牛はい、どうも、和田です。さあ、今回もですね、突撃、隣の変な村、やっていこうと思います。さあ、今回はですね、ここ、大量の菌が蔓延している、ここ、ムッシュルーム島に来ております。もう牛もね、もう完全に、キノコウイルスに感染して、キノコ菌に感染して、みんな汚染されてますけどね。僕はね、早く菌に感染しないうちにここ出ようと思います。さあ、今回はこの、ムッシュルーム島に来たんですが、ここにはね、今までとはもう桁の違う、すごい村が、あるでー？あるでー？さあ、早速ね、村をね、探していきましょう。ここにはとりあえず、あ、ありますね。こんな感じに、ムッシュルーム島に隣接する、まあ、会場都市だかな。会場、ああ、向こうにもあるわ、なんか、島が。まあ、こんな感じにね、隣接した会場都市ありますね。まあ、これは、まあ、これ見た感じ普通の島ですよね。まあ、島っていうか、村ですよね。まあまあまあ、水の上にはできているけども、まあ、この程度じゃ、まあ、みんなの満足はできないと思うんだよね、俺は。皆さん安心してください。今回はね、もうレベルが違うんで。じゃあね、その村を、ちょっとね、探しに行きます。もう目の前に見えてんだけどね。いきますよ。さあ、皆さんね、もう、このムッシュルーム島の最強の村をね、発見したのでね、3、2、1の掛け声で行こうと思います。では行きましょう。3、2、1! さあ、見てください、皆さん。すごくない？もうまるでイチゴのショートケーキのかのような、この家、佇まいですよ。実はですね、これ、まあ、とあるモッドを入れてやってるんですけど、そのモッドの中でも一番インパクトが強い村です。中でもすごいレア、本当に。村の中でも最上級レアのね、村です。もうね、村がね、可愛い。女子力に溢れてますよね。パッと見さ、なんかキノコ村って言われてもわかんないよね、これだって。確かにキノコなんだけどね、一応。でね、家の中もこんな感じで、あ、閉められた。こんな感じでね、ほら見て、もう、村人もなんかちょっと可愛く見えちゃうぐらいね、この村。すごいね。赤がすごいな。寝れないよ、こんな。ずっと興奮してるわ。ちょっとじゃあ、村の中を探索していきましょうか。どんな感じだよね。中身は多分ね、そんなに普通の村とは変わんないとは思うんだけど。あ、井戸ありますね、ちゃんと。あー、キノコだ。すげえ、井戸もキノコなんだな。あ、でもあれだね。畑はなんかあれですね。普通に小麦を食べるんだね、みんな。キノコは食べないんですね。こんなにキノコいっぱいあるのに。さすがにあれ、キノコだけじゃ、きついか。すげえ、めっちゃいる。ムッシュルームがこれでもかっていうぐらいいるな。飼ってんのかな、これ。やっぱここでは、ムッシュルームの牛乳が、やっぱ盛んなのかな。ムッシュルーム乳牛が。すげえ。ここ土だ。珍しい。あ、キノコ生えてる。家の中でさえキノコ生えてる、これ。すげえ。すごいな、この村。ちょっと村長探してみますかね。あ、村長おられましたね。ちょっとお話聞いてみましょう。はじめまして、村長さん。私、わらと申します。何その名前、ウケる。はい。ちょっとお話聞いてもいいですか？ありよりのあり。ありがとうございます。いや、この村なんですけど、なんでこの場所に作ろうと思ったんですか？いやいやいや、その質問、マジ、マンジー。なるほど、そういう理由で。いや、人の話全然聞いてなさすぎて、ね、マジ草生える、わら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 。あとなんですけど、なんで他の村とは違って、キノコを使って村を作ろうと思ったんですか？理由？そうだな、なるほど。ちょっとお話聞かせてくれてありがとうございました。では、さよなら。あー、ちょっとびっくりした。どうした村長。はい、ではね、今日はこんな感じで、ここ、ムッシュルーム島にある、
キノコ村に、来ました。じゃあ今日はねこの辺で終わろうと思います。おそらくこの、村紹介のねシリーズは今回で多分最後かなと思います。っていうのもね、もうこれ以上にすごい村が今んとこないんで、まあこれを超えるような村が出てくれば今後もね紹介していこうと思います。じゃあ今日はこの辺で終わりにします。また次回お会いしましょう。